メートル法を公式採用している国メートル法を公式採用していない国メートル法とは長さの単位であるメートルと質量の単位であるキログラムを基準とする重心法による単位系のことであるメートル法は18世紀末のフランスにおいて世界で共通に使える統一された単位制度の確立を目指して制定された当時の世界には 同じ物理量に対して様々な単位があり、しかも同じ単位系の中でも複雑な換算を必要とする単位が併用されているものもあった。人間の行動範囲が狭い間はその地域だけで単位が統一されていればよかったが、人間の行動範囲が広くなり、グローバリゼーションで小取引等が行われるようになると単位の不統一が大きな問題となってきた。そこで、 フランス革命後の1790年3月に国民議会議員であるタレー・ランペリゴールの提案によって世界中に様々ある長さの単位を統一し新しい単位を創設することが決議された。それを受けて1791年に地球の北極点から赤道までの4、5000個長の1000万分の一として定義される新たな長さの単位メートルが決定された。 なお、この時の測量は、ダンケルクからバルセロナの距離を経線に沿って、三角測量で測定し、その値を元にして計算が行われた。質量も、このメートルを基準として、1立方デシメートルの水の質量を 1kg と定めた。他に、面積の単位として、R、体積の単位として、完了用のステールと液量用のリットルを定めた。 フランスにおいてもすでに使われていた単位形があったため使用には反対が多くすぐには普及しなかった。結局1837年に1840年以降はメートル法以外の単位の使用を禁止する旨の法律が出され公文書にメートル法以外の単位を使用した場合は罰金が課せられることとなり普及することになった。フランス以外の国家でも 土量ョ校の単位の統一に悩んでおり、メートル法に興味を持ち始めた。1867年のパリ万国博覧会の際、パリに集まった学者の団体がメートル法によって単位の国際統一する決議を行った。1875年、メートル法を導入するため、各国が協力して努力するという趣旨のメートル条約が締結された。ヨーロッパに比較して、 アメリカでは、連邦政府が努力していないこともあってか、メートル法はほとんど普及しておらず、ヤードポンド法が主流である。イギリスでは国内向けにヤードポンド法を用いられ、国外向けにはメートル法を用いるという使い分けをしている。ただし、イギリスのヤードポンド法は、アメリカのそれとは厳密には同一ではないので注意が必要である。メートル法完全実施記念切手日本は、 1885年にメートル条約に加入している。1889年にメートル元気の交付を受け、1891年に施行された塗料工法で借款法と併用する形でメートル法が導入された。それに伴い、新たに基本単位の漢字を当てたり、補助単位の漢字を創作して、メートル法がいち早く普及するように努めた。 以下に挙げるのはそういった単位である。0 1、米、河原、律例2、デカメートル、ヘクトメートル、キロメートル、粉、センチ、ミリメートルデカグラム、ヘクトグラム、キログラム、デシグラム、センチグラム、ミリグラムデカリットル、ヘクトリットル、キロリットル、デシリットル、センチリットル、ミリリットル1900年11月10日、東京帝国大学運動会で初めて、 ヤード制を改めてメートル制を採用した。さらに、1921年には同法改正で借款法を廃止したが、使い慣れた単位を移行することへの庶民による根強い抵抗もあり、本格的な普及はメートル法の使用を義務付け、借款法の使用を法的に禁じた1951年施行の計量法まで待たねばならなかった。 日本のメートル法化完全実施は1966年4月1日までかかった。1930年1月1日、鉄道省は全線でメートル法を実施した。メートル法試行を記念して、フランスで発行される予定であった記念メダルには、フランス語で、アトゥースレトン、アトゥースレパープと刻まれていた。このメダルは結局発行されなかったが、この言葉は、 時代や国を問わず使えるようにというメートル法の理念を表すものとして引用されることが多い。メートル法を公式採用していない国としてはアメリカ合衆国、リベリア、ミャンマーの3カ国を挙げるのが通例となっている。ミャンマーの商務省は2013年10月にメートル法の採用の準備をしているとアナウンスした。フランスで最初に導入され、 メートル条約で導入が進められたのは、蒸気の長さ、面積、体積、質量の単位のみである。度量法という言葉もあるように、当時制度の上で必要な単位は、長さ、面積、体積、質量のみであった。単に、メートル法といった場合には、フランスで最初に制定された蒸気の範囲の単位計を言う。時間の単位については、 すでに広く世界で使われていた秒があったが、これは60進法であったため、10進法の新たな単位を創設しようという意見もあった。議論の末、時間の単位は秒がそのまま使用されることになった。19世紀以降、科学や工業の発達により、他の物理量についても単位が必要となった。そこで、学者や分野ごとに、 メートル法を基礎としながらそれぞれ違う大きさを持った単位が作られたり、異なった物理量を基本として単位系が作られたりしたため、各種の単位系が無秩序に存在することとなった。講義には、これらのメートル法を基礎とする各種の単位系を総称してメートル法という、これらの単位系を再統一するために派生した単位系の一つであるマクサ単位系を元として、 作られたのが国際単位形である。抗議のメートル法に属する単位形には以下のようなものがある。ありがとうございます。